ようございます。8時…え、9時か。あれ今何時でした？今10時10分前。9時頃ですかね、に来ました。はい。お悩みとか、まだ分かんないかもしれない。いや、ちょっと余裕持ってきたかったんで、あとはこれ、握りとか変えなきゃいけなかったんで。握り変えるのは、はい。ちょっと初めてなんですよ、自分で握り変えるの。いつも経営者の方にお願いしてるんですけど、自分ですね。一回やっても途中で止まって、あーとか言ってて、でも2人がかりでやりますもんね。そうですね。結構非常になんか掲げてましたけど、やっぱりレースは結構新品にするもんです。そうですね、結構新品で自分はやりますね。練習で使っちゃってるんで汚れるんですよね、結構。準備は万端という感じですか？そうですね、はい。緊張感とかその気持ちの高ぶりとかあったんですか？あ、もう普段通り。まあでもいつもよりかはもう本当楽しみでしょうがないですね。早く明日なんないかなって思ってるんですけど、それぐらいですかね。なんかバーッと緊張したりとかあるのかなと思って。いや逆ですね、逆に3日制の方が緊張しますね。勝ち上がり意識したりとか。もう明日は一発勝負やった方がいいですね。そうですね、もう一発勝負なんで逆にやりやすいですね。全力出し切るというか。そうですね、自分のレースを。はい、もうちょっと一回見せ場作りたいなって思いますね。シャバンがちょっと一番だったんですね。はい、黄色ではなかったですよね。そうですね、でもやっぱ自分の好きな位置が取れるというか。いい意味で。そうですね、やりやすいですね。はい、隣にはちょっとなんかそうですね、ちょっと来ました。うちが入れてあげようかに。はい、うちが入れてあげようかに。いや、いいです。立川の中継で行ってたりしましたもんね。あ、はい、行けなかったんで。私がいなくて寂しいでしょうか。もうそこノーコメントで流しました、自分。流したの？流しましたよ。何もコメント入れませんでした。最悪。面白いこと言ってくださいって言われて。さぞ寂しいことでしょうか。そして佐久間さんがカメラの後ろでずっと見てるから。あ、そうなんですか。緊張しますね、こんなカメラ苦手なのに。握りは中村さんが入れるのがうまいんですよね。で、中村さんにもやってもらう、まあ、みんなやってもらってました、ね、あのアマチュアのつけてあげてました、中村さん。やっぱ先生なんですね。先生ですね。10個くらい上のアーチですね。そうですね、中村さん今32かな。一回り違うんですかね。あ、もうバッチリです。あとは楽しむだけです。ガッツポーズの練習をしたい。オールゴンですか。いやでも本当楽しみですね。多分想像以上に雰囲気が違うはずですよね。平塚の時と違ってまた。そうですね、やっぱここに来るちょっと気持ちも違ったんで。寒くていいんですよね、この時期。はい、すごいなんかお客さんの熱気がある。あ、空気だけ冷たくて。あ、グランプリシリーズはホームスタンドとかすごいなんか声が出て盛り上がる。本当ですか。ここで一気にガールズ競輪の知名度を上げられたらなって思いますね。ぜひ大爆発して。そうですね。
やっぱ年に1回だけなんで。よいしょ。20年連続ぐらいで回ってたんですか。はい。20年は乗れる。20年ですか。グランプリ連続出場、うん、頑張りたいですね、毎年出れるように。残り1周期待してますよ。はい。一言メッセージいきます。一口メッセージですか。はい。優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。いつもこんなんですよね。楽しそうです。